はい、どうもことです。皆さんお久しぶりです。ちょっとね、大阪から東京に引っ越しをしまして、でそれでちょっとバタバタしてて、アップできなかったんですけど、でまた今日からちょいちょいやっていくんで、よかったら見てください。でね、ちょっと隣との壁が薄くて、向こうの生活音聞こえてくるレベルなんで、だからちょっと前みたいにあんまり大声で喋れないんで、このぐらいのボリュームなんですけど、はい、まあ大丈夫でしょう、お願いします。で、でチューニングがレギュラーチューニングです。で BPM が188です。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあ早速イントロからやっていきます。はい、じゃあまたルートをフレットで出ていきます。で最初の音が、5弦の2フレットです。で次が5弦の6フレットです。次7フレット、でここが下っていくんですけど、5弦の7フレット、6フレット、4フレット、2フレット、で最後が1弦、ごめんなさい、6弦の、3フレットと5フレットです。はい、これだけです。これはね、3弦の7フレットと、2弦の4フレット、これやったら不協和音なんで、この3弦7フレットの方をちょっとハーフチョーキングします。でちょ完全には音程合わさんぐらいで、1音チョーキングすると多分、じゃあ半音チョーキングすると同じ、ここと同じ音になっちゃうんで、次 A メロなんですけど、基本的には全部一曲通して同じ感じのフレーズなんですけど、 A メロはちょっとブレッジミュート入ります。ブレッジミュート、これはね、右手のここの部分で弦のこのブリッジ側をちょっと押さえます。軽くで弾きます。あ、ちょっと待って、はい、基本的には一緒です。でね、ちょっと違うのがこの、ここですね、ここが、1弦の2フレット、2フレット、4フレットですね。これを挟む感じで、はい、次、サビ前の B メロですかね、をちょっとやっていきます。はい、ここはね、5弦の9フレット、次が2フレット、で最後はサビ前のところが1弦の5フレットと1弦の6フレットです。はい、で次サビです。
基本的には一緒ですね、ほとんど。ていうか、一緒ですね。微妙にちゃうんですけど、まあ、そこはちょっと頑張ってください。んで、あとが、まあ、大体一緒なんで、ギターソロやります。ここ、ワウペダルみたいなの使ってるんですけど、僕持ってないので、普通に弾きます。はい、まずここまでやっていきます。じゃあこれはちょっとね、説明大変なんでゆっくりやるんで、いきます。これをね、なんか多分ワウ使ってワン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 言わす感じです。はい、じゃあ次後半の方やっていきます。はい、じゃあ以上です。でね、パート1で終わってる動画が何個かあるんで、まずそれをちょっとね、消化していこうと思って、消化ってなんか変やけど、それをまあ、やっていこうと思います。でね、あまりにちょっと古いのはもういいかなっていうか、今更パート2上げてもって感じでしょ。だからまあ1個前の相本と兼横山のやつとか、ちょっとああいうのやっていこうと思います。で、結構ね、ロック縛りでやってたんですけど、今までもう結構オールジャンル新曲やっていこうかなと思います。1個前の動画にもあるんですけど、ジブリのロックアレンジみたいな、ちょっとああいうキューベース使って結構作曲とかしてるんで、まあたまに暇な時にね、まあ、なんかアレンジしたりするんで、はい、よかったらそっちも聞いてください。で、まあそんな感じで、またこれから不定期にやっていくんで、よかったらチャンネル登録お願いします。あとね、下の概要欄に各種 URL、 SNS の URL 貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。